ファティマ・ロペスは、ポルトガル・マデイラ諸島・フンシャル出身の女性ファッションデザイナー。ポルトガル人で、最も国際的な活躍をしているデザイナーの一人。デザイナーになる前は、地元の旅行代理店で、ツーリストガイドの仕事をしていたため、英語、フランス語、ドイツ語が流暢に話せる。1990年に、リスボンに移動し、友人と共に、そこで、 セレクトショップ、ベルソスを開店する。1992年に名前を、ファティマ・ロペスと変えそれが彼女のブランドの一号店となる。1994年から、コレクションのショーを開催し、認められるようになる。1998年には、メンズレディースの靴、バッグ、革製品などの商品も加わるようになった。同年リスボンにショップ、ディスコバー、アトリエ、 モデルエージェンシー、モデルスクールが一つのビルに集約された施設、エスパッソ・ファティマ・ロペスをオープンする。2000年には、時価100万ドルのダイヤモンドとゴールドのビキニ作品をデザイン、自らモデルを務め世界を驚かせた。値段は、世界で最も高価であった。過去には、サッカーポルトガル代表やスポルティング・クルーベデ・ポルトガルの公式スーツもデザインしている。 それが好評だった影響で、紳士服、スーツなども手掛け、ガラス製品や家具のデザインにも挑戦している。毎年2回開催される、パリコレクションやポルトガルファッションなどのファッションショーイベントでは、常連となっている。2007年には、フェイススポーツというスポーツ選手のマネージメント企業も起こし、イメージキャラクターに、同国代表で、 スポルティング CP 所属のサッカー選手、ミゲルベローゾを起用した。ありがとうございます。